全粒粉のソーダブレッドグリダルケークタイプのソーダブレッドソーダブレッドとは、膨張剤としてイースト菌の代わりに炭酸水素ナトリウムを用いたクイックブレッドの一種である。伝統的なソーダブレッドの材料は小麦粉、炭酸水素ナトリウム、食塩、バターミルクである。レーズン、鶏卵、様々なナッツ等が加えられることもある。銅の中のバターミルクに含まれる乳酸は、 炭酸水素ナトリウムと反応して二酸化炭素の小さな泡を作る。アイルランドでは小麦粉として薄力粉が用いられグルテンの多いパンに比べてケーキに近い食感を持つ。アイルランド中で様々な種類のソーダブレッドが好まれている。ソーダブレッドは全粒粉を使ったものも精白粉を使ったものもある。アルスターでは全粒粉を使ったものは ウィーティンブレッドと呼ばれ、通常甘い味が付けられている。ソーダブレッドという言葉は、静白粉を使ったものに限られる。さらに南部では、全粒粉のものは、ブラウンソーダとして知られる。ソーダブレッドは、ローフかまたは、グリザルケークという形に作られることが多い。ローフは休憩に作られ、パンの上部が十字にカットされる。グリザルケークは、アルスターでは、ファールと呼ばれ、 平たいタイプである。鉄板で調理され、四隅から裂いて食べられる。ダンパーは、オーストラリアの伝統的なソーダブレッドで、アイルランドからの移民によって持ち込まれたと考えられている。ソーダブレッドの歴史は、炭酸水素ナトリウムがアイルランドに伝来した1840年頃に遡る。ソーダブレッドの十字の切れ目の重要性についてはいくつかの説がある。 この十字は悪魔を避けるためや妖精を追い出すためと信じられている。しかし実際はパンがよく膨らむように空気を循環させるためであると考えられる。またスライスする際の目安としても役に立っている。ソーダブレッドはいつしかアイルランドの主食となり現在でも国中の家庭で広く作られている。アイルランドの朝食では紅茶とポークソーセージまたはマーマレードを添えた。 ブラウンブレッドがよく食べられる。ソーダブレッドはアルスターのフルブレックファストの重要な要素となっている。トリークルブレッドはアイルランドでよく食べられている自家製パンでソーダブレッドに似ているがトリークルタルと同様トリークルを使う。ありがとうございます。